ケットを作った目的って何なんか、これもう加藤愛後回ジャケットやん、ちょっとあまりにもひどいでっていう点があるんですよ。で、はい、本日はねこちらワークマンのジャケットと、ババアのジャケットの比較をしていきたいなというふうに思います。ということでズタッと見てください。もうめちゃくちゃ似てますよね。そっくりで、値段がなんとワークマンの方が4900円という値段になっておりまして、このバブアの方はですね、だいたい5万ぐらいするってことなんで、ちょうど10倍違うんですよ。おいおい、10倍違うくてこのそっくり、ほなもう安い方でええやんってなってくるじゃないですか。じゃあ何が違うんか、そんな10倍も違うのって何が違うのというとですね、まあなんか歴史をごたごた語るのは邪魔くさいから、とにかく何が違うくて僕らにとってどういう影響があるんかっていうところね、お伝えしていこうかなと思いますので、よろしくお願いいたします。っていうのもワークマンとか GU とかそういうファストファッション系ってね、結構まあワークマン、これファストファッションなんかどうかわからんけども、こういうのってもともとある名品をこう安く、アップデートしてるというか、安くこう改良してるっていう、まあブランドじゃないですか。だからこのバブアだけじゃなくてそっくりなアイテムって結構あると思うんですよね。で、まあその中で今回はこのバブアにそっくりのアイテムがあったんですけども、あ、ちなみにこれセールなってましたわ、僕全然知らんと買ってたけど、こちら見てください、2900円ということで、もともと4900円だけどそれが2900円になってたんですけども、まあ何が違うんか見ていきましょう。まずはですね、着用してる様子をね見ていただくのが分かりやすいかなと思うんで、見ます。着用していきますね。こちらまずワークマンの方のジャケット、正式名称がですね、2way warm mountain rain parker という、まあレインパーカーというか雨具なんかなと思ったりしたら、これね、まあ後々も言うんですけども、火の粉とかにも対応してますよという、まあどっちかというとキャンプとかで使うようなんかなっていうような印象あるんですけども、そういう感じですね。見てる感じどうでしょうか。まあワークマンのこれ L サイズをね着用しております。普段僕ワークマンはね LL サイズを買うんやけども、これちょっと大きめなんでしょうね。多分おそらくこう中着込むこと考えられてるから、結構ね見頃とかにも余裕があるんですけども、まあ、こんな感じのサイズ感ですよということですね。では次、バブアのジャケットに行きたいなと思います。はい、こちらがですねサイズが38というサイズなんで、これイギリスなんですよ。だからややこしいんやけども、日本サイズにしたらだいたい M か L かぐらいのサイズ感かなと思っていただければいいかなと思いますので、まあ、サイズ感的にはまあこれシュッとしてるけども、まあまあ同じようなサイズ感でね、ほんまそっくりに作ってきてるなって感じあるじゃないですか。じゃあこんだけそっくりになったら、これ5万円え、こっち5000円、桁1個ちゃうやん、ほんなこっちでええやんってなってくるじゃないですか。やけどええやんとはならない人もいてるんですよね。ほなそれがなんでどういう違いがあるんかっていうところなんですけども、まずそれぞれの用途を考えていこうと。このジャケットを作った目的って何なんかなと思ってね、パッと見ていったら、まあここに絵描いてますよね。キャンプしてる時とか、その雨の日とかでこう使えますよ、だから 2way なんですよと。火も OK やし雨も OK、 そんなジャケットがこの 2way warm rain mountain rain parker って書いてあるパーカーなんですけども、実はこのバブアーのジャケットも同じような効果があるんですよ。これ火の粉も OK やし、でそれで水もね、もともと防水ジャケットとして軍に下ろされてたぐらいなんで、水にも対応してると。そしたら、え、用途全く一緒じゃないですかと。これどっちが合わせにいったのなと思うぐらいね、似てるじゃないですか。で、用途とシーンとかは若干同じような感じなんやけども、実はねよく見ると風合いが全然違うんですよ。で、これ見ていただきましょう。ワークマンの方のジャケットってどっちかというとこうシャリシャリしてる感じで、これの名前をねポリエステルっていう素材なんですよね。あ、ポリポリって聞いたことあるなと。分かりやすく言ったらペットボトルと一緒ですわ。ペットボトルもね再利用したらポリエステルやから、こういったジャケットとかにねなるわけなんですけども、あ、そういったポリエステルが使われてるんだねと。じゃあ、今着てるうさんくさいやつが着てるこのジャケットは何使ってんのというとですね、これ実はコットンなんですよ。コットンなんやけども、コットンの上にオイル塗ってるんですよ。なんでそんなことしてんのと。なんでコットンの上にこんなわざわざオイル塗ってんのっていうと、実はこっちのワークマンの方にもね、今ねその樹脂を塗っているというか樹脂で加工してあるんやですよ。だからお互い雨も弾くし火の粉にも強いという対応になっておりまして、まあ、このオイル塗るのはこれ1800円とかからあるんですよ。だからオイルを塗るしか方法が昔はなかったんですね。オイルを塗ることによって普通のコットンの上に一層コーティングして雨を弾いていくっていうような状態になっているので、それが今でも採用されているという、まあ、このクラシックな感じ。逆にワークマンの方は新しいね、ポリエステル、当時そんな1800年なんかポリエステルないんですよ。ポリエステル出たなんかもう1940年とか50年とかそのあたりなんですよね。だからそこまでもうコットンとかしかなかって、ウールとかしかなかったから、ポリエステルを加工してるっていかにもこう近代的な感じがしてね、あ、それはそれでいいじゃないかと思うんですけども、やっぱり風合いはないんですよ。もうこのシャリシャリしたなんてやろな、スポーツウェアみたいなシャリシャリ感だけしかなくて、対してこのビレールの方はやっぱこの当たり方によってね、このオイルのこのテカリ方とか、まあ僕は全然着てへんからあれやねんけど、着ていったらこう経年変化、この肘の曲がるところだけがオイルが取れやすくなってデニムみたいに経年変化していくっていう風合いがあるんですよ。その辺がね、元々の素材の違いといいますか、見た目そっくりやねんけども実は違うんだねっていうところ
ところがね、まあ、僕よく言ってますけども、あと会と加藤愛ぐらい違うっていう話よくしてますよね、まあ、その状態ですわ。これもう加藤愛あと会ジャケットやんっていうような状態で、見た目一緒やねんけども、あ、中身全く違うよねと。名前だけ聞けばね、あ、もう一緒なんかなと思うけど、おっさんと綺麗な女の人やないかいって全然違うじゃないですか、まあ、そういうような状態っていうふうに覚えていただければね結構かなと思います。で、次がですね、機能面一緒って言ったんですよ。で、これ機能面一緒ですよねと、ワークマンとこれ一緒ですよねと言ったんやけども、実はちょっと嘘つきました、一緒ではございません。っていうのも、細かく見ていくと、この火の粉とか、防水、ここにしっかり防水加工って書いてありますけども、これは完全になくなります。っていうのもね、このワークマンの方の商品ページの画像をこうやって出しますけども、ここにね、なんかフレームテックって書いてあるでしょ。フレームテックって何ですのと、そんなもん勝手にその名前つけんといてくださいと思うんやけども、そういうのがいっぱい出てくるから困るんですけどね、こっちもね。で、このフレームテックっていうワークマンが独自で開発した素材を使ってるんですよ。で、その独自で開発した素材って、さっきこれポリエステルって言ってたじゃないですか。そうなんですよ。ポリエステルの上とか下とかにコーティングをすることによって、雨を弾いたりとか、火の粉を守ったりするんですよね。本来ポリエステルってめちゃくちゃ穴開きで安いんですよ。もうとにかくポリエステルの敵って何言ったら、もう火の粉とか火とかも一瞬でアウト。だからちょっとでも高温とことかに近づくだけでね、うわーってこう穴開いてくるぐらいポリって弱いんやけども、その上に加工することによって、本来ポリでは弱いとこをカバーしてますよっていうのが、このジャケットの、フレームテックっていう名付けされてるんですけどもね。ただそれっていうのはね、洗濯するとその加工ってなくなるんですよ。で、一応洗濯しても10回持ちますよってこの、説明文に書いてあるんやけども、こういう撥水の加工とかってアウトドアでよくするんですけどね、その10回して撥水が持つのってまあ普通なんですよ。結構普通な話で、あのすごいやつとかだったら100回洗濯しても取れへんとか、1000回しても取れへんとか、もうそんなんが今出てるんやけども、10回洗濯するぐらいで取れませんとかっていうのは、まあまあまあ普通によくあるよねっていう感じなんで、逆に言うと10回以上してしまうと取れる可能性はあるよということなんで、そうなった時にね、このフレームテックの防油加工、要は火の粉が飛んできても大丈夫とか、防水加工、水が来ても大丈夫ですよっていう機能が落ちちゃうんですよ。だから最初だけっていう状態なんで、まあ、こういうのっていうのは、まあ、早めにね、切り替えていくというか、早めにこう衣替えしていくというかね、早めに買い替えていく方にはね向いてるようなジャケットなんですけども、じゃあ対してこっちの方はどうなんていうと、これもさっき言ったけども、オイル塗ってるだけなんですよ。だから油谷さん状態なんですよね。ある油谷さん、皆さん知ってます？めちゃイケの油谷さんっておったんやけども、これ油谷さん状態から、油谷さんもやっぱりどんどんなくなっていくんですよ。その時にどうするのっていうと、オイルの継ぎ足しっていうのをやるんですよね。バイクで言うたら通素ですわ。通素ってね、オイルがどんどん減っていくんですよ。で、そこにね、たけさしていてね、ホースは一回抜かなあかんねんけども、通素はたけさしていくっていうのがあって、昔はそんなあったんやけどもね、そんなような感じでこう使ってればね、どんどん剥げてきたり、こうやってガーってやってたりしたら、もうオイルがなくなってきて手にオイルついてきたりするんですよね。で、なくなってきた時にもう一回オイル継ぎ足してあげれば、同じく火の粉にも強いし、防水の機能もある。ただこれは1800年の防水やから、今巷で言われてるようなね、こんなね、このゴアテックスとかにはもう足元にも及ばへんねんけども、普通のこういったナイロンジャケットに比べると、雨には雨から守ってくれるよということになってますので、まあ、その機能がなくなっても、またオイルを継ぎ足してずっと着ていけるっていうのが、このバブアーの魅力なので、これこそ長く持ちたいですね。一回来た時にこう長く着て、油谷さんをまとっていきたいという方には、まあ向いてるようなジャケットになってくるというところなんで、実は用途は似てるんですけども、その用途が半永久的ではない、要はすぐに終わっちゃうっていうのと、半永久的に向き合っていくっていうところが結構違いになってくるんですよ。でね、ちょっとこれまあ余計な話なんやけども、ちょっと聞いてくださいね。何かっていうとね、普通こういう防気に強い加工する時とかって、アラミドっていう繊維使うんですよ。だからポリ100で防油っていうのがあんま僕ピンとこへんかったんですよ。なんでアラミド使われてないんやろなと思ってパッて調べたら、あ、なるほど、加工なんやっていうことでね、繊維そのもの自体が穴開きにくいやつも今あるんですよ。何年素材って言ってね、何がとかから出してるんやけども、そういうのは加工じゃないので、生地自体がそうやから穴開きづらいんですよ。で、それに変わるものって何っていうと、コットンね。コットンも穴開きづらい。例えばやけども、こういったデニムとかも、穴が開きづらいので、近くでジーパン履いててもそこまで穴は開きづらいんやけども、化学繊維の化繊維のね、シャカシャカしてるこういうのはもうすぐ穴開きますので気をつけてください。で、これも加工がなくなればすぐ穴が開いちゃうということなんで、まあ気をつけていただければなと思うんですけど、まあ値段が値段なんでね、別に4900円で穴開いてもいいっていう人もいてると思うので、まあ、そういう方にはね、これはいいんじゃないかなということですね。そしてね、最後にね、2ついきたいところがあって、ね、何かというと、これはちょっとあまりにもひどいでっていう点があるんですよ。で、それをお話しした後に、とは言いながらも、比べた時に安くてもこっちの方が上回ってるやんっていうところもあったりするので、まあ、その辺のお話をしたいなと思うんですけどね、いや、これひどいなと思ったところがあってね、それ何なんかというとね、細かい部品、
普通ここまで見てへんじゃないですか。こんなん見るの僕好きなんですよ。だからね、細かい部品まで見ていくんですけども、まあ、それが何なのかというと、値段を安くするためにジップとかがね、こんなんはもう無名のジップ使われてるとかっていうのはまあ別に普通のことなんですよ。 YKK が使われてないっていうのはまあもちろん当然で、まあ、YKK とか使った人はこの値段無理やからね、使われてないとか、まあ、ボタンとかもね、まあ、ひっつきゃいいっていうようなボタンがついててね、まあ、パチンってひっつくぐらいはあるんやけど、これ一番ひどいなと思ったのがね、このシルバーのとこのボタンはまだいいんやけど、この首元のとこのボタン、これちょっといただけないですね。ここのね、襟をひっつけてるやつあるんですよ。でこの襟ひっつけてるやつのボタンってマジでついたかどうかわからないんですよ。だからこれちょっとさすがに安いとは言いながらも、これついてるかついてへんかわからないし、ほんでつかへんしみたいな感じの、ここはねちょっとどうなんかなと。これがワークマンって普通なんかちょっとわからないんですけども、さすがにこのフードの着脱のしづらさって言ったら、これ困る人おらんのかなっていうぐらいね、これ困る人多いやろうなと思うんですけども、この辺はちょっといかがかなと思います。っていうのもなんか交換用でこういったねフードとかもついてるんですよ。だからフードをこうかぶれるように、これをフードにまた差し替えたりすることができるんだけど、それも同じくねこのスナップボタンですよ。これがまた使いづらいし、多分相当安いんですけども、ここね合計で何箇所ついてるかっていうと 1,2,3,4,5,6,7,9 箇所ついてるんですよ。でもねこれね1個ほんま何円とかっていうレベルなんですよ。だからそれやったら9箇所もつけんと4箇所とかでいいから、倍の値段するもうちょっとええやつつけた方がね、しっかりパチンパチンパチンってひっつくのに、これもひっついたかひっついたかわからんような感じだから使いづらいなと思ったところがね、いや安いと言いながらもちょっとここはムムムだなと思ったところではあります。ただねとは言いながら、この4900円でねすごいなと思ったところがあるんですよ。それが何なんかっていうと、パターンはねすごいなと思ってて、要はこういうね定番のアイテムをベースにして、さらにそれを使いやすくしてるわけじゃないですか。ほんならどういうところがいいかっていうと、こうやって来ますよね。ほんで来た時にこのね後ろのところがね、サイドベンツ両方ともこの後ろのところあるじゃないですか。サイズをね調節できるようにボタンがついてあるんですよね。だからこれをやることによって自転車乗りやすいって書いてたんだけど、確かにと思って、ここ広がるからチャリンコとか乗っててもこう引っかかってこないんですよね。でその機能はね普通のバブアの方にもあるんやけど、4900円ではねもうしっかりもうパターンとしては仕上がってるなっていう印象なんですよ。ただ一個一個の部品が安かったりとか、一個一個の部品がちょっとチャッチーからジップもこれ噛みづらいとか、あとこの上のとこパワーって持ったりしたらあれって取れちゃったりとかするとかっていうところはあったりするんですけども、パターン的にはね、あ古臭い感じもないし、あちゃんと作ってんねんなっていうような印象もあるし、さらにこの中側にはこういうフリース素材というか使ってるので、まあ暖かくやろうかなっていう意図は伝わりますよね。暖かいかどうかは別ですよ。暖かいかって言われたら暖かくないけども、暖かくしたいんやろうなっていう意図は伝わる。だって袖のとこにはね何もついてないんです。それは暖かくないよということなんで、もちろんこれ重ね着するのが前提になってるかなと思うんですけどもね、まあそれをじゃあ4900円、これ実際買った僕2900円が2900円でここまでじゃあできるんって言われたら、それはちょっと厳しいやろなと。で多分おそらく買ってはる方ってまあ、買い替えを前提でね、1シーズン2シーズン着るっていう感じが多いかなと思いますので、まあそういう方にはぴったりの用途かなと思いますのでね、まあそういったことでもう一回バブアーに戻ってね話をすると、これ真似されるぐらい今からもう百何十年前のジャケットですよ。それが今現時点百何十年経った後でも真似されるぐらいもう仕上がってるジャケットって考えたら、これもこれですごくないですか。で僕は個人的にこっちの方が好きなんですけども、そういったことで長くこう一緒に年を取っていけるようなジャケットがいいのか、それともまあパターンとしては今っぽい雰囲気で出してて、さらに流行りもあるんやけども機能的にも何回か着れるぐらいだったらちゃんと機能を担保してるよっていうジャケットがいいのかっていうね、まあこういう二大の比較になってるんかなと思いますので、あとはね皆さんで判断していただければということで、本日はですねワークマンとバブアの比較をしてみたというところになってます。また別の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。タクゾーのメンバーシップの方を募集しております。先行動画が見れて限定動画もやっちゃってます。そして飲み会があったりとか、カレンダーを毎月プレゼントしておりますので、僕と同じカレンダーにしていきましょう。そしてお名前のスポンサー、そして記念品をプレゼントさせてもらっているので、下記の方法からメンバーシップお待ちしてます。